1982年1月より発行されたグループ B 規定に向けて、フィアットグループがイタリアの威信をかけて開発した世界初のグループ B カー、ピニーファリーナによるボディデザインとダラーラによるチューブラーフレーム、サスペンション設計。そしてエンジンとその後の開発は、当初ランチアアバルトラリーと呼ばれたようにアバルトにより進められた。アバルトの開発ナンバー SE037 から現在では037ラリーと呼ばれる。
1982年4月のトリノショーで公開されたランチアラリーは、究極のラリーウェポンとは思えぬ美しい姿態から、集まった多くの記者やエンスージアストたちから親愛を込めてクイーンと呼ばれた。全体のフォルムはモンテカルロのセンターセクションを利用しているものの、前後のカウルにボリュームを持たせた流麗な中にも迫力を備えたものとなっている。テールライトユニットはこれもモンテカルロのものである。フロントセクションはリトラクタブルライトを採用するスポーツカーが多い中、ランチア伝統のグリルと丸型4灯のライトを持ち、ランチアらしい表情を作り出している。カウルの中にはスペアタイヤとジャッキ、工具が収められ、ハンドバッグ程度が収まる余裕しかない。センターセクションはモンテカルロスパイダーのモノコックを使用しており、 FRP 製ルーフにはヘルメットをクリアするためのダブルバブル形状が用いられている。ドアもモンテカルロから借用しているが、前後のフェンダーの膨らみをつなぐパネルが取り付けられている。リアセクションの最大の特徴はリアガラス越しにディスプレイされたエンジンである。ヘッドに刻まれたアバルトの文字は一目で熱い魂が宿っていることを感じさせてくれる。両側のエアスクープは吸気状態により2段階の回路が選択可能。またレースカーで特徴的なリアスポイラーはストラダーレではオプションパーツとして用意されていた。正面から目に飛び込んでくるのはサソリが刻まれたステアリング。ラバー状の材質で覆われたダッシュボードには7つのメーター、各種スイッチなどが並ぶ。スピード、タコメーター、キューウェルの他に水温、油温、油圧、さらにスーパーチャージャーのブーストメーターが装備され、状態をリアルタイムにモニターできるようになっている。シフトブーツには生い立ちを誇るかのようにランチやアバルト、ピニーファリーナのエンブレムが浮き彫りにされている。またトラブルが発生した場合、各種ワーニングランプに加えてシフトノブの前に並んだヒューズ代わりのブレーカーが飛び出し、故障箇所の特定を容易にしている。小さなヒューズ一つで走行不能になることなど実戦では許されないことである。ドアを開くと目に飛び込んでくるのは乗り手を拒むかのように横切ったロールバーである。乗車する際にはコツが必要だが、乗り込んでしまえば縦置きエンジンのためにモンテカルドよりも狭くなっているコクピットは快適な空間になる。センターに配置されているのはネブカウンター。右下にはブースト計、その上にランプ表示の水温、油温、油圧、全圧計などが配置される。センターコンソール先端にイグニッションスイッチ、その手前にスターターボタン、大きな2連のボタンは消火器作動用。ラリー車らしくフライバック式のサイドブレーキは後ろ2輪に作用し、独立したキャリパーを備えている。レース車となったモンテカルロのコクピットの面影を全くとどめず、またストラダーレのそれとも違うスパルタンな空間もドライバーたちにとってみればただの仕事場だったのだろうか。全く羨ましい限りである。
1982年4月のトリノショーで公開されたランチアラリーは、直ちにホモロゲーションに必要な200台プラスアルファの車が製作され、150台はロードカーとして市販され、残りはレースへと出陣していった。またレーシングプログラムとして3段階のチューニングパーツが用意されており、ステージ1、2は一般ユーザーにも提供された。ちなみにステージ3はワークスマルティニチーム用である。実際82年4月のコスタスメラルダでデビューしたレースカーは、これらのパーツで強化されているもののほとんど市販車同様であった。続発する様々なトラブルに対し、わずか3ヶ月でエボリューションモデルの投入を余儀なくされた。シャシーナンバー301から320を持つこれらの車は、キャブからクーゲルフィッシャー式燃料噴射への変更と容量を拡大したスーパーチャージャーの採用、ボディにはケブラーが用いられ、重量は1トンを切った。またヘッドライトが台形のものに変更され、おなじみの顔立ちになった。ここに登場する037ラリーアバルトは、400番台のエボリューション2専用シャーシナンバーを持つ元マルティニワークスの1台、82年の初期開発モデルで約280馬力、83年のエボ1で約310馬力、84年のエボ2では320から340馬力を発揮していたという。当初はホモロゲーションモデルに手を加えただけで参戦する予定であっただけに、ダブルウィッシュボーンの足回りはストラダーレでもセッティングに幅を持たせられるようになっている。アッパーマウントは4箇所、ロアーマウントは2箇所あり、リアダンパーは片側2本ずつとなる。また車高調整もスプリングユニットの調整で容易に変更可能である。
エンジンは131アバルトにも使われた2リッター直列4気筒 DOHC ユニット、ラリーでのレスポンスを重視したルーツ式スーパーチャージャーを組み合わせ205馬力 23.0 キロのトルクを発生する。潤滑方式はドライサンプで8リットルのオイルタンクを備えている。トランスミッションは ZF 製でエンジン最後部に設置され、シフトノブからは太いロッドを介してコントロールされる。82年10月、インタークーラーとして認可を受けたウォーターインジェクションシステムが採用された。信頼性の向上した037ラリーは、翌83年、アウディとの激戦の末、WRC、ERC、IRC のメイクスタイトルを総なめにするのである。また、この年を最後に、ラリーは四輪駆動でなければ勝てない時代へと移り変わっていった。84年シーズンに向けて、さらなる性能向上のため、セカンドエボリューションモデルが開発された。シャシーナンバー400から419の20台は、取り外されたリアバンパーが特徴だが、その他に 2111cc に拡大され、金色のカムカバーを持つ新型エンジンと、スーパーチャージャーのポート拡大、フロントフレーム内へのバッテリー移設などが変更点である。また、ブーストの排圧を利用したミッションオイルクーラーも採用された。しかしながら、信頼性の向上した四駆勢に遅れを取ることが多くなり、アウディにメイクスタイトルを奪われることとなった。85年シーズンは S4 の開発に力が注がれたため、参戦するイベントも少なくなったが、吸気系やコンピューターなどの改良は進められた。85年末の S4 本格参戦に伴い、037はジュニアティームやプライベーターに委ねられている。マルティニワークスとしては86年のサファリラリーが最終イベントとなった。たっぷりとサソリの毒を注ぎ込まれた037ラリーアバルトは、ベッテーガの手を離れ、プライベーターによってイタリア国内のラリーに参加した後、現在のオーナーの手に渡り、日本各地サーキットなどで活躍しているのである。ロードバージョンでこれだけ本格的なこうレーシングカーの作りをしているっていう車は他にないでしょう。なかなか難しいじゃないですかね。でも実際ね、こう乗ってみて乗りにくい車ではないし、まあストラダーレとしてのチューニングっていうかな、やっぱ街で乗れるようにという部分でのチューニングも考えてあるし、そういう意味で乗ってて、まあ、そのレーシーな意味での満足感っていうのが、まあ、ストリートカーからレーシングカーへ向かっていく過程としてのその満足感みたいなものも当然ありますし、逆にそのロードカーとしての、なんていうかな、コンフォートっていうのをやっぱり感じるところっていうのもありますしね。そうですね。でもイタリアのこう車ロードバージョンはこの程度でいいんだというね、その割り切り方を
最初からもうちゃんともうこのくらいがもう範囲ですよというのをはっきりと決めてあって、そうですね、中途半端にそのロードバージョンとその競技者の間のね、境界があやふやなような作りはしない、うん、もうロードバージョンはもうここまでと。そうですね、道でうまく使える範囲っていうのはそれなりに考えて、でいわゆる、まあ、使う使用条件考えたら、そのスポーツカーとしてね、使うというふうに考えると、やっぱり音の問題、振動の問題、それからアクセル の, そのスタディ、安定性の問題、ね、そういうことを考えると、もうこれこの範囲というふうに、ある割り切りをね、ちゃんと見極めているんじゃないかなと。そうですね、気がするんですよね。アバントは特にその辺はっきりしてましたからね、うん、ベースカーとロードカーっていうのをかなりはっきり分けて作っていくレッドだったようで、まあもともとそのロードカーとレースカーっていうのはもう当の昔に、うん、とても共用できるような、そうですね、時代がなくなったんですよね。したがってもうロードバージョンもやっぱり振動があったんじゃ気持ちよくない、それから音が大きすぎても疲れる、そうですね、アクセルが過ぎてもって言ったらおかしいけども、アクセルがこうハンチングを起こしてもいけないというようなことで、ある程度やっぱりこうね、こういうのが飛ぶっていうかな、そうね、気持ちよくね、気持ちよくっていう実用性が、そうですね、あって、楽しめるっていう、ね、そうですね、峠道でもって、楽しめるっていう、そういう範囲でもってこう結構見極めてるなという気がするんですよね。ちゃんと静かに走ってるときは非常に静かな車ですね、もちろんポンとアクセル踏めばそれなりにスーパーチャージャーが上がったりとかっていうのも当然あるんだけど、まあ、アクセルをそのまま同じペースでずっと乗ってると非常に静かでね、うんうん、でまあ、足回りの関係でそれなりにもちろん振動としては来るのは絶対しょうがないんだけど、うんうん、まあ、思ったより乗り心地もそんなに硬いというか、まあ、そういう感じはない。乗り心地いいですね。乗り心地はいいですよね、まあ、本当にこちらのワークスカーの方もね、自分が座ってる位置がもう本当にいい位置に座ってるんじゃないかと思いますけど、足のこうバネの硬さっていうのはあまり感じないんですね、うん、割とこう足がしなやかだなっていう印象なんでね、非常に細かいポイントポイントで の, その開発の後っていうかな、本当ストラダーレを出した時はいわゆるそのレースカーも非常にストラダーレと近い形での車からスタートしてるんだけど、結局そのグループ B 自体が本当に3年とか、まあ、82年シーズン入れると4年だけのレースだったわけですね。で実際037の開発が進んでたのは、まあ、3年間ぐらいですから、その間にこれだけね大きく進歩してしまうっていうか、まあ、逆にこれだけやらないとその一番前に立てないっていうかな、その辺にすごくこう直接こう2台比べてみてね、すごく感じましたね、まあ、アバルトとそれからランチャーとね、で、まあ、ピニンファリナーありピニンファリナーで設計の段階でいけば奈良の足回りをね、そうですね、本当イタリアのいろんな力がね結集してラリーの倍返すっていう、すごく心意気がね、すごく伝わってきた車で、まあ実際にそのグループ B のステージでのやっぱり技術進歩が、あの時代というのは革新的だったんでしょうね、4WD が出てきてそれがものになっていった時代で、もうラリーを開発してる時代時にとても予想がつかなかったようなスピードで 4WD が育成されてです、ね、ラリーの主役がかかってしまった、まあ、多分それまではもうリア の, 駆動輪に対するトラクションをいかに確保するかというのが、ラリーフィールドでの一番大きなテーマだったんだろうと思うんですけどね、まあ、それが四駆というメカニズムでもって非常にリアの輪がこう
石から解放された、そうですね、感じがしますよね。